元キンプリ平野仕様、赤素 A2 との犬猿の中に秘められた過去と未来。華やかなエンターテイメント業界には、時折その裏側に隠された秘密や駆け引きが存在する。元人気アイドルグループ、キングプリンス、キンプリの元メンバーである平野仕様が、脱退と退場の騒動を経て、新たな舞台に向かっている。しかしこの記事では、 彼の過去にある犬猿の中とされる赤素えにとの関係を木彫りにし、その興味深い過去と未来に迫ってみたい。脱退と退場の舞台から新たなステージへ。今年5月22日、平野潮は金プリからの脱退、そしてジャニーズ事務所からの退場を発表した。まさにその瞬間、彼の人気が再び爆発し、その後の動向が注目されることとなった。7月7日。 彼は神宮寺勇太と共に、滝沢秀明氏率いる新たなプロジェクト、飛べ、への参加を発表。自身の公式インスタグラムでは、プライベートな側面を披露する写真を通じて、ファンとの交流を深めている。関添えにとの関係の謎。一方、平野仕様の過去には、彼の今とは対照的な懸念の中が存在するとされる。 それは、現在人気俳優として活躍する赤素英二との関係だ。赤素栄は、金プリとは異なる道を歩み、俳優としての成功を収めている。赤素栄は、水曜ドラマ、こっち向いてよ向井くん、の主演などで知られる29歳の実力派俳優だ。 彼は過去にサマンサタバサのメンズモデルオーディションでグランプリを受賞し、その後も仮面ライダーシリーズなどで存在感を示してきた。一方、平野は金プリとしてのアイドル活動と並行して俳優としても幅広い作品で主演を務めてきた。そのため、彼らの共演 NG の噂は驚きを持って受け止められる。共通の過去と黒歴史。しかしながら、 これには一つの秘密が隠されている。平野とカスワえは過去に同じグループに所属していたという共通点を持っている。それはボーイズグループ、ボーイズメンの前身グループに所属していたことだ。この過去は一般にはあまり知られておらず、彼らのプロフィールからも消されてしまっている黒歴史とされる出来事だ。当時、 彼らが所属していたグループは劇団のような大人数で構成されていた。その中で二人は同じ舞台に立ち、写真やテレビ番組で共演していたこともあった。しかし、その所属はあまりにも多重視されており、彼らの公式プロフィールにはその名前が残っていない。これが共演 NG の噂の背後にある理由の一つであると言われている。 裏側に隠された駆け引き。2019年雑誌フライデイはボーイメンにジャニーズ事務所からの圧力がかかっていると報じた。またニュースサイト日刊大衆もジャニーズがボーイメンの出演を制限していたという情報を掲載した。これらの報道によれば平野もボーイメン在籍の件について同姓同名の別人と答えていたという新たなステージへの展望。 平野の仕様は新たなステージである戸部に参加し、ジャニーズとのしがらみを断ち切った。もし、ジャニーズがボイメンとの関係を遮断していたとすれば、彼には新たな可能性が広がるだろう。そして、赤エイニとの共演も夢ではないかもしれない。その興味深い過去と共演 NG の噂が、二人のこれからのキャリアにどのような影響を与えるのか、 今後の展開がますます注目を集めている。元金プリメンバーとしての平野紫耀、そして実力派俳優としての赤祖栄に、彼らの未来が過去に隠された犬猿の中の謎と共に明らかになる日が、ファンにとって待ち遠しい瞬間となることだろう。